大鼓寺合戦は、1333年から1334年にかけて行われた、鎌倉幕府滅亡に伴う津軽の豪族による合戦。昭教2年5月、鎌倉が陥落し、鎌倉幕府の滅亡した。執権北条氏の一族の足立高景、名古屋次女らは、所領のあった秋田に逃げ、港の城に立てこもったが、在地の諸将から朝敵として退治されたため、 やもなくおうちびとの蘇我同棲を頼って11月に、津軽の大公寺建てに寄った。これに対し、岩立蘇我氏の蘇我光高や、田舎軍の成田康次、工藤貞幸らが、朝廷方につき、陸、奥国寺北畠明,明への命を受けた、ただ貞綱、伊賀貞光、南部市行らの援助を受け、現行4年に1月にかけて攻撃し、大公寺川は、敗れて石川建てに逃げた。 だが、秋家は、各地の有力武士を津軽に派遣し、合戦が4、5月と続いたがついに落ち、敗山兵は、相馬持ち、宿り機城に立てこもったが、8月から9月にかけて、太閤寺川を撃滅し、11月に、名古屋次女、足立高影も降伏した。同年12月、降伏し、津軽に留め置かれた者と、預かった者の,の名簿が作成されたが、それによれば、 蘇我氏も、工藤氏、小川氏も、いずれも、一族分裂して戦った。この戦後で、岩立蘇我氏は、岩立と対抗事情を巨匠として、勢力を広げた。また、欧州工藤氏も鎌倉幕府滅亡に際して、幕府方と朝廷方に分裂し、多くは、幕府方についたため所領を没収された者もいるが、そうした中で、 工藤貞之の調停方としての活躍は目覚ましかった。ありがとうございます。